今90あと10か。はい、文福です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今日はサイドレイズ100回チャレンジということで、まあひたすら100回になるまでサイドレイズをやっていこうと思います。まあ今日は久々に息子もいるんで、息子とまあ対決みたいな感じになりますけども、ショルダープレスとですね、アップライトローをすでに4セットずつやっております。でまあ一応仕上げとしてサイドレイズを今から100回チャレンジということで、まあ、ウェイトは一応5キロなんですけども、5キロでまあどれだけやれるのか、ちょっと息子とやっていこうと思います。はい、それではよろしくお願いします。はい、やります。100レップ、トータル100レップ、10秒休んで100レップ、15ぐらいしかできないじゃん。きつい、マジきつい、手首ダウンとしとけよ。また45です。まだ3です。ただいま60。インターバル10秒でやってます。100なの？ちょっと数がわからなくなっちゃう。あと10回やろうか。ちょっとわかんないんで、あと10回やります。これウェイトは5キロでやってるんですけど、5キロでももうかなり50回過ぎたあたりからちょっともうやばい時代になってきました。これはきついですね。サラマッチョさん、よう100レップやりましたよね。いやいや、本当にお疲れ様です。どの辺かい？27あと27、頑張れ。いつもあと27だけど、はい、
腕上がんない、ちょっと腕が上がらないんですけど。5回、モスクワと5回です。2、3、4、5、よっしゃ。はい、お疲れさん。はい、お疲れ様でした。一応サイドレーズ100回やる前に、まあ、ショルダープレス15回を4セットと、あとなんだっけ、アップライトロー、アップライト15回を4セットやった後にサイドレーズ、100回ですね、100回やってみました。もう5キロでもかなり効きますね。最初の2、30回目までは、まあ、軽々とは上げれるようなウェイトでやった方がいいかもしれませんね。50回過ぎたあたりからもずしんと肩にのしかかってるくるような重さに変わりますんで、その状態で、まあ、気合と根性で100回、行ってみたら、もうちょっともう肩もこう上がらないような感じに、仕上がりましたね。筋持久力を高めるにはいい方法だと思いました。お疲れ様でした。チャンネル登録をよろしくお願いします。